ぶっちゃけ KF が一番勝率がいい。はい、どうもサラです。ということで、今回は周年後の悪の KF を使って PVP やっていきたいと思います。まあ、周年後って言いながら別にキャラ追加があったわけではないので、特にね、形が変わったというわけではないんですが、まあ、環境は変わってね、まあ、よりね、ちょっとね、変わった面とかもあるので、そこら辺もね、かいつまんでお話ししながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。使う形はもう本当にね、オーソドックスはね、悪の KF になるんですけど、周年を経てね、やっぱり身勝手極みがやたら増えたんですよね。そこにやっぱり固定選出になる復活のね、やっぱりフリーザがめっちゃ強いですよね。このキャラクター変身後とかもね、とにかく火力が高かったりとかするキャラクターなんですけど、それをね、ナチュラルに使えるっていうのがやっぱり KF の魅力ですよね。復活キャラっていうと他だと、まあ、復活ご飯とか、あとは前回日大量に乗ってるような、あと、17号と18号と合わせた復活セルとかはたまに見るかなぐらいで、ほんとそれぐらいかなって思うんですけど、やっぱりね、KF はね、ナチュラルにこうやって強い復活が使えるっていうのはまずもって魅力ですよね。しかもその色が刺さってると。で、あとはまあフルパワーフリーザとかもね、弾吐きだったりアーマーだったりバニ回復だったり味方サポートだったり、もうとにかくね超絶優秀なキャラクターなんですけど、それも使えて、で、緑のゴルフリですよね。最近ウルゴジだったり、やっぱり青枠のキャラクターのなんていうんだろう、需要も高まってきて、まあ、てかウルゴジですよね。そのね、キャラクターの入ったパーティーが増えてる中で、このキャラクターとにかくね、もうウルゴジね、バシバシ縛いていけるキャラクターなので、そういったのも使えて、あとは本当にテクニカルさがまあマシマシになってしまうんですけど、紫のね、第一フリーザー、リミテッドの覚醒の第一フリーザーですね。このキャラクターが必殺アーツを多くね、持ってきてくれるので、被せとかが上手い方だったり、まあ、大キャン外とかが上手い方であれば、もうほんとどんどんダメージ稼いできた、出たりとかもできたりと、ほんととにかく優秀なパーティーなんですよね。なので、相変わらず優秀なんですけど、環境的にもね、なんか逆に追い風を受けてるっぽい KF を使って今回は遊んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで試合の方に移りますが、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではどうぞ。噂をすれば来ましたね、復活セル。というか強大な敵ですね。これ下がって撃つ、はい、ロケーラッキー。じゃあとりあえず繋げてって、はい、あ、ジレンが入ってくる。どうしようかな、普通にこっちでいいか。はい、ドーンと撃っとく。攻めてくる、回避 OK、 最速。ちょっと失敗したな、今、シャイクから使えばよかったな。7、8入ってくるかな、入ってくるよね。ちょっと普通に外せばよかったな、今の。これ、回避、ちょっと止めよう。下がりながら、シャイキ構える。ちょっとこれ撃っちゃうか。止める。それ止めれるのラッキーだな。撃っちゃおうか。あ、止めてくる。これ回避されたとしても止めれるから、OK。あ、まあ構えながら。オッケーじゃない、待って、アーマー構えてたら、今入ったら落とせてたのに。最悪。それは止めてる。いや、今のほんとやらかした。タックル回避必殺って思ったけど、止めて回避、2連回避、わお、楽しい。すごく楽しんでます。で、繋げてくけど、こっちいいかな。下がる、タックル。あー、普通にやられる。残念。これちょっと最低限受けて、さすがに相手チェンジしてくると思うから、そのタイミングで青に引きましょうか。うん。まあ、いいか。あー、ちょっと、あ、これは受けた方がよかったな。失敗した。デバフもらっちゃうわ。はい、ということで、もらってきながら、相手もう一回反転してくるかな。してこない。止められる。これ免疫路か。見える。シャイキリア回避、今の最速詐欺ですよね。これ落としちゃうか。ちょっといつまでもライジング打てないですもんね。どうせジレンとかの踏ん張り貫通とかはフルフリがやってくれるんで、そこに期待しましょう。うわ、すっごい火力。すごい減り方今見ました。タックル回避殺でや。ちょっと待って、失敗した、間違えた、間違えた、めっちゃミスった今。じゃあ落とす。で、裏のダメージがえぐいです。撃っちゃおうか。いや、一回いっちゃうか。どっちでも落とせるでしょう。
わりかし中盤なんでね、しっかり落とせるだろうと思ってそのまま打っちゃったんですけど、あ、読まれてく、そもそも読まれてく、打ってくる、回避ディア、さすがに下がる、打つ、これ入るかな、 OK 入る、回避見しよう、ちょっと待って遅れた、 OK ありがとうございました。さすが KF、はいお願いします。お相手神の木ですね。やっぱサイヤ人系のキャラばっかりで組んでる神の木って見た目超かっこいいですよね。外していく、あー即圧、お止まってく、ちょっと待ってやられた、きついきついきつい、中距離待機は見てなかったな。あーやばい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 、緑ベジータが出てきたら死んでしまう。あ、キャラチンアーツ、いやこれもう復活切るしかないなちょっと無理だなと思ったら間に合いそうだから一応玉吐きで出しておきましょう。まあ落ちないでしょう、うん、フルフリ硬いんでね、即結構速々の硬いですね、そこを分かってきた。あー入ってくる、残念、キャラチェンしてかぶせましょうか。 OK かぶせじゃないけど大キャンガリーになりましたね。いい火力、ちょっと待って最悪、痛い、普通に UG でいいや、落としちゃおう、まだ縛られるんでね、ちょっとあれで1体持ってかれるの嫌だな。でなんか最近唾液やたら読まれるんで射撃選びましょううん、僕のオカルト話パート2ですね。はい読まれてく、ちょっと待って待ってちょっと近づいてくる、これタックル回避したいな、もうさっき中距離突っ込まれたから即跳ね、ワンテンポずらしてオッケー、外す、オッケー、これ落とせる、うわー、その打ち方間違えたな、これ跳ねたの見てから単発で落とそう、オッケー丁寧な仕事、それはちょっと雑だなそれはちょっとやらせてもらうよ、相手チェンジしてくる、ちょっと道路速で時間稼ぎだなこれで、一応黄色の交代回してメイン切っちゃったのが痛いな、さっきな、待って待って待って、外れた、最悪、あ外れてなかった、嘘だったうわあびっくりした、オッケー、おっかなかったけどなんとかセーフで、特殊切って、これで待機短縮もまた強い。いや、フルフリってキャラほんと強いんですよね。このキャラ、神の木に欲しい。OK。ちょっと待って。あ、回避入んなかった。止める。UG じゃなかったから、まだ救い。止める。これ回避使わせたらもう勝ちなんで、撃っちゃいましょう。って思ったら、これ必殺飛んでくるな。消化しよう。ありがとうございました。はいお願いします。お相手は体力サイヤですね。キャラがどれもね、もう三立てとかされそうな超強力なキャラクターたちばっかりなので、そこだけ気をつけていきたいですね。ちょっと待って待って、ウルカイ忘れてた、匠矢が下がる、もうやだ、ワンテンポずらして OK、 さすがに入ってこないでしょ、うん OK、 とりあえず殴ってって、つなげてく、あなんか今いいの見えたけど外すつもりなかったんですよね今の思いっきりミスりました、ただただよし、いいダメージ、あ待って、そんな突っ込んできてるんか、これタックル来るんじゃないかな、そんな行ってみるか、あオッケーラッキー、下がれ入ってくる、じゃあ特殊カバチン向こうつけて殴っていきましょう、いやほんと強い、それ落ちないかな、持ってけないかな、はいドガンして
これでいけるんじゃないかな。さあどうだ、ドンドドドン、余裕でした。タックル見ながらはできない、忘れてた。だからダメだって、ウルカイ相手は止める、それはかぶせる、オッケー。ただこれウルゴチで縛られますね、それが残念。せっかくうまいことかぶせれたけど、うん、まあいいか。あー待って、それはまずいって。速圧いきます、止めます、うわお、止める、ワンテンポずらして、オッケー、あーオッケーじゃない。まあただこれまだライジングは来ませんね、今玉吐きしたんで。まあとりあえず殴られていきましょう。痛い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 、ちょっと殴られていきましょうって言ったんですけど、さすがに変えます。ミスってない？あ、ミスってないんだ、意図的にやったのか今の。待って、タックルいっちゃった気がするこれ。そうだよね、うわっぷね、UG 待って、だからもうウルカイに UG 効かないんだって、ダメよそれ、ほんともうやだ。もうやだそれ、単発単発、落ちたマジか、やったラッキー。大剣オッケー、釣れる。まあ僕もね大剣よく釣れるんでね、気持ちはわかります。はい、ということでいくよ、そらそらで、どんどん引けて、ここでさらに気力回復を挟んでフィニッシュということで、圧倒的コンボ力ありがとうございました。ちょっとバイクがうるさい気がする。お相手極み未来ですね、やっていきましょう。タックル回避から行きたかったけど行けなかった、残念。それかぶせる、まあ普通にカバチェン来ると思いますが使わせちゃいましょうか。うん、オッケー。17号って言って入るのいいですね。すごい好きそういうの。痛い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 、打っちゃおうか、どうせ相性有利なんでね、って思ったけど痛いな。ちょ、連射しよう。オッケー、それはラッキー、外そう、外せてないし、もうほんと下手なんだから。なった、あ、ちょっと待って、メイン切ろうとしたけどキャンセルしました。砕け散れーされる、うわうまい。じゃあこれはとりあえず打ち込む、ちょっとこっちもやり返しますか。 OK、 さま行こう。 OK、 外す、ナチュラルに外していける。 OK、 爆速ライジングいきます。強すぎる。必殺選んでもいい気がするけど、さすがに読まれるかな。第一フリーザいるんでね、必殺多いのバレてるんで。いやーよかった、必殺で本当に。切る、あえてチェンジしてる、タックルいこうか、回避、2連回避いく、これ特殊から入ろうか、さあ受けてくる、いいか、使わせるか、あ入る、うん、さすがに入れる、身勝手入ってくる、ドーン、単発とか、単発単発、お回避してくれた、ちょっと待って、あー待って、これ痛い痛い痛い、これ痛い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 、シャレならん。相手これ場にないよね、止めようか、そうだよね。強い、第一フリーザ。第一フリーザ最高だわ、場にない時の極みキラーかもしれないこのキャラ。爆笑ですわ。あー待てー、その究極じゃなくてメインは予想しなかった、やられた、あーはは、痛いよー。とりあえず玉吐き、あ、ちょっと待って待って、間違えた間違えた、これ相性有利だったじゃん今の、なんでチェンジしたんだ、完全に今17号側と勘違いしました、やらかしたー、もったいない。あー、しかもなんか回避見されちゃった、うわやらかしたなこれ。まだアーツあるかな、ちょっと見ようか、タックル行く、待って入るか、あ待って待って、遅れた遅れた遅れた、止める、これ弾吐きつくんで、チェンジしてちょっと強気にいこう、跳ねた見てから打つ、あそっか、やられた、痛いな、これしかもまた78チェンジでやられるな、うん、
ちょっと待って。おわ、危ない。単発来ない？来ないか。うわ、痛い。これ相手場にないんで、チェンジして必殺。持っていけるかな？オッケーオッケーオッケー。いいよ。タクルミアが下がる。跳ねる。跳ねる。オッケー、最速でかすぎ。ゲイ、ありがとうございました。なんとか生きた。はい、お疲れ様です。いかがでしたでしょうか？ということで、今回は4周年後の悪の系譜を使って PVP やっていきました。いや、相変わらず強い。本当に安定するし、むちゃんこ強いですね。いや、系譜のほんと強いところって、復活のいる安心感もそうなんですけど、玉吐きがね、いっぱいあったりするところなんですよね。これのおかげで、相手がね、ほんと最序盤の爆速ライジングっていうのをまず持って打ってこない上に、そのね、玉吐き温存できてたとして、仮に爆速ライジング打たれたとしても今度2周目の遅延が可能になったりするんで、ほんと強いんですよね。で、青のね、復活フリーザとかも変身後はメインで玉吐きとかもつけれるので、ちょっと復活やばいな、早々に切らされちゃったなーって場面でもそうやって遅延できるし、後半であればさらに2周目をね遅延できるしっていう動きがね、より強化できるので、いやー強い、ほんと強い。なのにこっちはね、ある程度火力もねバリバリ乗ってるのに、と耐久もあるキャラがね大量にいたりとね、ちょっとね反則チックな強さだなって改めて感じましたね。僕個人的にやっぱり、ね、好きなパーティーだなって思います。もしね組めるという方はもう全然ね、今の環境ねこのパーティーで戦っていけると思うので、改めて使ってみてはいかがでしょうか、ということを押しながら今回はこれで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。